まず、まあ、岡山契約満了になって、はい。で、まあ、トライアウトに行ったんですけど、はい。まあ、その時、秋田さんに、直接声をかけてもらったっていうのが、はい。まあ、一番の決め手です。まあ、その、終わった時に、直接、うん、はい。まあ、名刺をもらって、はい。まあ、前に運べるボランチを探してるっていう、うんうんうん、のをまあ言われて、はい、でまあ自分のまあそれも特徴でもあるんで、うんうん、やっぱそういうところを評価してもらったっていうのがまあ一番自分としては嬉しかったですし、そこが一番だ。自分的にはドリブラーとは思ってなくて、はい、まあ味方を使いながら、うんうん、状況で、うん、剥がしていくっていうのが自分の特徴だと思ってるんで、うんうんうん、まあ一人でゴリゴリいけるようなタイプではないと思うんですけど、うんうん、まあ味方を使いながら、うんうん、っていうのが自分の特徴だと思ってます。そうですね、やっぱり J3、うん、まあ、激しいぶつかり合いが多いっていうイメージなんで、うんうん、まあやっぱ自分ちっちゃいですし、うんうん、まあ、やっぱどうやって相手と当たる当たらないで済むかっていうのをまあ常に考えてます、うんうん、まあでもそれは J2 岡山におった時も考えてやってたことなんで、うんうん、ああなるほど、まあ、はい、そんな大きく変わったことはやっぱりまあ自分からも、まあ、自分がこういうプレーしたいっていう、まあ、こういうプレイヤーだっていうのは、うんうんうん、まあ発信してる、まあ、発信してるので、はい、まあ、やっぱみんなも分かってきてくれてると思いますし、うんうん、まあやっぱり結構コミュニケーション取れる人取ってくれるっていうか、うんうん、意見交換しやすい環境ではあると思うんで、うんうん、まあ、そこら辺の意思の疎通だったり、まあ、チームとしての、うんうん、まあ、やりたいことっていうのは、まあ、はっきりしてると思うんで、うんうん、そこは、はい、問題なくやれてるんじゃないかなとは思います。ああいう展開で試合に出て、うん、まあ、逆転勝ちに貢献だっていうのは、うんうん、すごい自分の中でも、はい、まあ、いいスタートが切れたと思いますし、うんうん、やっぱりあそこを勝ち切れるチームっていうのはなかなかないと思うんで、うん、まあ、すごいパワーを感じましたし、うん、まあ、この中で自分の特徴を、うんうん、まあ、これからも続けていきたいなとは思いました。やっぱ競争があるってことはすごいいいことだと思いますし、うんうんうん、まあその選手たちに負けないようにってやっぱみんなもやってると思うんで、うん、まあそこは自分の良さを出しながら、うんうん、まあ、最後に決めるのはまあ監督なので、うん、まあ、自分のできることをやりながら、まあ、あとは結果にこだわってしていけば、まあ、チームとしても個人としても良くはなっていくとは思ってます。怪我しがちっていうのがあって自分的にはまあいかに怪我をせず、うん、調整するかっていうのは自分の中でも課題ですし、うん、はい、まあ、まずは90分間戦える体を作るっていうのを自分の中では意識していて、うんうん、多分秋田さんもそういうのを求めてると思うんで、うんうん、まあそこはやっぱり、まあ、もう一度体作り、うん、まあ、こっちに来てから筋トレする量も増えましたし、お、はい、まあ、チームでそういう環境を作ってくれてるっていうのもあって、はい、本当にまあ助かってますし、うん、まあそうやって、うん、怪我をしない体作りっていうのを、うん、まあ、して、うん、場面で出れるように割り込んでいけたらなとは思ってます。そのフロントの人たちとかも、うん、コミュニケーション取りやすいですし、うんうん、まあ、結構選手からの意見も言える環境であったりもするんで、うんうんうん、そこら辺はまあコミュニケーションが取れるんで、まあ、自分たちも、うんうんうん、まあ、こういう意見を言えるっていうか、言えるっていう、まあ、そういう
意思疎通はできる環境なのかなとは思います。